た、わらわら。今の高2から行列がクソ平面やで、変化系やで、危ねえ、わら。確率は文系でもなんとかいけそう、数学で論理的思考とか言うけど、数学好きな人が、今のって、やったけど未だあの使い道がわからぬ。ちょっと、まあいいか、とりあえずタイムを進めるわ。あれなんであんなリズム狂ったの。それで、あそこでちょっとつまずいて、で、戻って、なんであんなのかな、なんかよくわかんなかったな。まあいいや。はい。まあ切り替えていきましょう。はい。ということで、そうなんだ。あ、新家庭になるんだね。そうか、なんかその話聞いたわ。新教育課程になって、でその過程でハブられちゃうんだ、行列が。うわー、ショック。超楽しいのね、あれのコピー。そっか、楽しいね。え、他はちょっと、他は算数位まであった、算数位まであった。期待値ハブられ、マジで。期待値ってだって相当大事じゃん。あ、すいません、掴んじゃったんで、リセます。え、マジで、期待値ってだってさ、確率の中でも相当大事じゃない。てか一番だって確率の中で、覚えとかなきゃいけない部分じゃない、期待値。あ、期待値はあるのか、期待値はあるのか。なんだね。いやいや、おまけ扱いされてはいるんだけどさ、あれこそじゃない。だってなんかこう、おみくじとかもさ、結局期待値がね、高いところ取っていったらさ、こういい生き方ができていくわけじゃん。なんでおまけないの。そうか、楽しいな。そうか。まあ、だか確かに微分積分はなんか生きてる上で役立たないって言われてもさ、まあ正直あんまり反論の余地、まあ、あるんだけど、まあ、ないようなもんじゃないですか。なんか確率ハブっちゃうのはちょっと、それこそ本当に数学の価値を落としちゃいそうで嫌だな。あ、どうせ出ます。あ、そうですね。そっか、私立とかだと出ますね、はい、よし。補強の、あ、補強の細かいやつね。はいはいはい。なんかあれね、問題集とかでちょっとこうピロ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 っていう紙に入ってるやつでしょ。あ、コミュニティ参加ありがとうございます。ピロピロってやつでしょ。伝わる伝わる、参考書のピロピロ。あ、ぶね、はい、OK。 そう、マリオも極めるとね、まあ極めてなんだって話ですけど、大変ですね。ちょ待って、ピロピロがなんで松村邦弘なのかをちょっと聞かせてほしいけど、それはこれはね、16枚です。16枚集めるタイムアタックです。まあ、120枚集めるタイムアタックもあるけどね。今日は16です。内容減っちゃうのはな。な。そうだよな。昔ピロピロっていうギャグがあった。コーラのピロピロの実。何それ。何コーラのピロピロの実って。え、有名それ。コーラのピロ、松村のコーラのピロピロ飲み。はい、ここ。はい、完璧。すごくない今日。あ、コミュニティ参加ありがとうございます。今日は、24時。すごくない今日。やばいな。あと何回今日。あと2回。え、もうあと1回じゃないの、今4回目じゃないの今日。あと2回、今の3回目、あ、今の3回目か。お、じゃああと2回です今日は。あと2回。物価成功率 100%。 しめしめだ。いやー、現れてきたな、練習の成果が。これ物価 RTA やったら新記録出る。ちょっと出るかもね。ピロピロの実ってそうの、え、どういうギャグっつって、まあまあ文字で伝えるの難しいかもしれないけどさ、え、本当にわかんない。え、てか何でやってた。え、てかまずそもそもさ、松村がさ、お笑い番組に出ててそういうギャグをやってるところを見たことなくない。
お任せぐらいしかなんかそういう場ないイメージなんで。ちょっと前なんだ。ちょっと前のバラエティ番組とかなんで。あーなんだっけそのスーパージョッキーって、スーパージョッキーってなんか名前聞いたことある。熱湯風呂のやつでしょ。熱湯風呂のやつだよね。ネットコマ、ネットコマーシャルか。え、なんか聞いたことあるんだけど、それ実際見たことないんだよね。いつぐらいにやってたバラエティ番組なんですかね。80年代後半とか。JCC 自慢、それはこの前のレースね。ネットコマーシャル。最初なんかダチョウ倶楽部が押すな押すなっつってネット風呂入れちゃう。日曜の昼間の生放送。頑張るマン。え？全然わかんない。で、多分今コメント全然出てないじゃん。コメント来てないじゃん。みんな多分知らない世代なんじゃないの？結構知ってる世代は俺の配信の中でも上の世代。83年から99年。あ、結構長寿番組なんだ。99年。小学1、2年生ぐらいか。なんかな、いや、なんかそう、なんかグラビアアイドルみたいな人がカーテンの中で着替えてるよみたいなのはあったかもねみたいな。あ、そんな感じだよな。あ、知ってる。あ、合ってる。あ、じゃあそれか。そこの、え、てか、だからそれしか知らないから、スーパーチョコって。てか、もうむしろそれしかやってなかったの。そういうことなの、むしろ。声がにやけてる。もう姉さんせん。そうなんだ。何？じゃあさ、ポロとか。ありがとう。ありがとう。そういうボソッとね、うまいって言ってくれるのすごい嬉しい。え、ポロとかあったの？ポロとか。今ではありえないあのポロとか、まさか出ちゃったりとかして。出てる。日曜の昼まで。あ、そうか、でも生放送だからガチで会っちゃったりとかして。いや、夜とかだったらさ、あるの知ってるけど、日曜の昼間でしょ。いいのそれ。大丈夫なの？大丈夫なの？はい、この放送本当に1位かよ。はい、こんなゲスい話ばっかりしてるか、放送が。そうなんだ。YouTube で再生数多くなる。あ、YouTube にあるの？ネットコマーシャル。そうなんだ。なんか昔、いや、記憶にあるのは、アドマジック天国のさ、なんか温泉特集みたいので、まあ要はそのレポーターみたいな人、どうぞ！レポーターの人が、今って普通にさ、温泉入るときって、まあ水着着てたり、タオル巻いたりするじゃん。あれが全くない、だから要は本当の全裸で入ってたっていう記憶はあるんだよ、小学生、低学年の時。で、それを見てうほってなってた時代はあった。まああったよね。いや、あったよね。いや、それは記憶あるんだけど、123アドマチは今は今でも、あ、今は今でもあるんだ。そういうの、そうなんだ。寒いわね。なんか修学旅行の夜みたいな会話してる。ビールのポスター普通にポロリしてたよね。え、ビール、あれでしょ、なんかこう、割とさ、なんだろう、下町の飲み屋みたいなところに行くと、水着のお姉さんがこう、ビールのジョッキ持ってさ、ナイスバデーな、ポーズ取ってるやつでしょ。あれポロってたの昔。そうなんですか。モッティさん、そういう人だったんですね。抜けますわ。あと、現役女子大生。あのね、現役女子大生はもっとエグい会話してる。本当の女子大生、マジで。どうすぐらい会話してる。
話してるな、してるな。あのね、現役女子大生を絵に描きすぎた君それな、それな、それな。そんな男よりひどいよ、大体黒タイツ、大体黒タイツ。下水って例えば、いやいや、そこはね、いや、そこはやっぱ女性のそういうのがあるから、僕はオブラートに包みますけども、ね。ベクトルが違うよね。伏線回収した、15分前の伏線回収した、すげえ。こういうなんかこうアハ体験するムッピー配信回収したぞ。こうやってね、2時間半の枠はこういうのがあるわな。今渾身のドヤ顔、超渾身のドヤ顔してたわ。再訪も一発で決まったし、そうかな、女だけどわからん。まあ人によるだろうけどね、もちろんそれは個人差はありけりだろうけど、まあでもなんかそういうイメージある。女子会とかなんか女子会でこういうこと話したよっていう話とか聞くと嫌だよね。なんかいやさ、友達の彼氏がさ、あ違う違う、友達がさ、友達の彼氏のこと言ってたんだけど、なんかすごいいや俺これダメだわ、やっぱ自分の口から言いたくないこのこと。いやだ、言いたくない。いやいや、そうね、そう、男子のあれがああなんだよみたいな話もすごいよ。そうそうそう、一概に語っちゃいけないってことだよな。気になるやんけ気になる人は女子会に出たらいいんじゃないかな。よし、OK、なればわかる。いやだからそれを「へえそうなんだはははって言いながら聞いてはいるんだけど、絶対こいつ俺のこと言ってんだろそこでって思った時代もありました、僕には。僕にもね、昔の話ですけど。しょっけ、そうそう、髪型気に食わないのそれぐらいに思っとき。そういうこと、そういうこと。恋愛話珍しい。じゃあ恋愛話しちゃう。今日調子いいよねそれすごい思うけど、じゃあちょっと今日はあれか、リスナーの恋愛事情を、恋愛相談所相談所、モッティの恋愛相談所、はい、47、いいですね。1個は決まって、このペースかなりいい、うん、どうなんですか。そろそろチョコの日ですか。そろそろチョコの日ですか。あ、まあその日にじゃあやる。いやークロスって今。いやどうやったら彼女が画面から出てきますか。画面から出てくるのを待つんじゃなくて、自分が画面の中に入ったらいいんじゃないかな。うまっ。告白したいけど勇気が出ません。あのね、そういう時は勇気が出るまで待ってた方がいいよ。あ、ちょっと、そう、画面に突っ込むんだよ。あれね、待ってちゃダメ、恋愛は。行かなきゃダメ。あのね、待ってる恋愛は後悔しかないから、絶対。行ったら、後悔もあるかもしんないけど、ワンチャン後悔しないかもしんない。な、どっちを取るかだよ。期待値110と期待値0をどっち取るかって話だよ。言ってること、あ、初見さんいらっしゃいません。矛盾はしてないでしょ、矛盾はしてないでしょ振られたら1週間ぐらい枕を回せばいいと思う。OK、行ける日に告白しろ。あー、確かにな、確かにな。いやだってさ、言うてだ
だってみんな相性イケメンじゃないじゃん、こんな配信見てる人って。来たな今日のリスナーディスのコーナー来た。なんさ、イケメンだったらさ、あのクリスマスとかデートしようって誘って で告白して OK じゃん、デートした後ね。言うても僕たちブサメンはさ、やっぱこうそんな日にまず予定を合わせてもらえないわけですよ。クリスマスなの、バレンタインデーなのね。だからもう行ける日に行くしかないんだよな。ごめん既婚者、あのね最近ちょいちょいいるんだよ既婚者。なぜか、あ、やばい、そことそこをつなげちゃいけない、そこを接続しちゃいけない。いやあのコツやっぱね、行かなきゃ、まあ、でもまあまあまあそこでいろいろ勉強していくんじゃないのかな。正直俺の人のこと言えないけどさ、ここよっしゃい、うまい、おもてでろ、表でろ、日本の美しい言葉です。はい、そろそろモッティの放送で知り合って結婚とかいう妄想ができたぞ。あのね、その話しちゃいます。僕ネトラジ時代にそれ経験してるんですよ。あのね、もう数年前の話なんですけど、もう6、7年前ぐらいの話なんですけども、いや、まあ元をたどると、ああなるほどねって話なんだけど、なんか大学生で A っていう大学の人と B っていう大学の人が僕の、ちょっと待って、その話は後、その話は後だ。ごめん、その話は後でやる。ちょっと待って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 、落ち着け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 、いいよいいよいいよ、よっしゃよっしゃ来た。嘘嘘嘘嘘、来い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 、
という穴からすげえいろんな水が出てきてんだけど穴という穴からちょっと汚ねえマジマジほんと汚ねえんだけど34秒、34秒、ちょマジかマジか、こんなにぶっ飛ぶとは思わんかった俺も正直。あ、24秒、24秒、29だよね、29だから29で34、そう、マジかマジか、来ちゃったじゃん。おおほほほ、なんか一気に記録更新しすぎてなんか言葉で何も出ない何も出ないんだが、マジかよ、すげえ、まずどこミスった、今回ミップを 3,4 秒ぐらいミスったな。でラストクッパが1回飛んでったな。あとはペンギン1空振り1秒、よく見てるな、それすげえな。あーで、あとノン、まあまあまあそうでしょ。で、ノンストドサイドンと、セカンドクッパのファーストリフトと、ぐらい。え、ちょっと待って、え、それで、あと3段階でしょ。え、で、だって今回、ケツ、ほぼ、ロスないもんね、無限階段とかね。よね。塔のところちょっとミスった。バッターキングがあるから。はい。ファーストクッパ2回確かに投げた。それが全部もし完璧にできたとしたら17分半はなくはないのか、このルートでも。そうなのか、鉄ジャンプだとほとんどミスってないですよ今回。すげえ